高速道路が国際化に対応です。県内の東名のサービスエリアにイスラム教徒向けの設備が整えられ、今日から利用が始まりました。全国の高速道路の中でも今回初めて用意されたのがこちらのイスラム教徒のための礼拝室です。東名の下り線足柄サービスエリアに設置された礼拝室は、広さが11平方メートルほどですが、常設の礼拝室がサービスエリアに設けられるのは全国で初めてです。同時に浜名湖サービスエリアと諏訪湖サービスエリアにも設けられました。上の方にメッカの方角を示すキブラというマーク、これが貼ってあります。で、あとこちらの方ですね、一応コンパスの方も用意しておりまして、こちらのコンパスで、キブラ、メッカの方角が分かるようになっております。やはりメッカの方角に向かってお祈りしないといけないというふうに聞いておりますので。イスラム教徒は1日に5回聖地のメッカの方角を向いてお祈りをします。また他にもイスラム教徒に配慮したサービスが始まりました。こちらはですね、ムスリムの方に配慮した料理でございます。調味料とか、醤油とかソースもみんなそうですけども、やっぱりアルコールとか豚肉エキスとかですね、そういったものが、ほとんどと言っていいほど入ってるんですね。それが入ってない、調味料もございますので、それを使って料理させていただきました。イスラム教徒は豚肉を食べることが禁止されているなど、食事に制限があります。レストランはカレーピラフ、ガパオライス、ピリ辛麺をメニューに加え、肉は鶏肉を使い、アルコールが入っていない調味料で味付けをしました。来年東京オリンピック・パラリンピックが開催されますので、インバウンドのお客様、今後より増えることが予想されます。これまで、ムスリムのお客様、そういうお祈りができなかったりとか、食べられる食事がなかったということで、サービスエリアに立ち寄っていただいてなかったかもしれませんので、そういった方に、よりですね、サービスエリアに立ち寄っていただければと思っております。ネクスコ中日本では今後イスラム教徒の高速道路を利用する人は増えるとみていて、ニーズがあれば他のサービスエリアにも礼拝室を設置することなどを検討していきたいとしています。